前科3 3番太郎です本日のお話は札幌・すすきの頭部切断殺人事件のまとめというか今のね今まで起こったことを私が思うことでちょっとまとめてみたいと思いますというのは本来こういう事件っていうのは犯人逮捕されると大概この内容が分かってくるというかああこうなのねって、まあ、別に私が納得するために事件解説をしたり 事件をあの逮捕ししてて解決してるわけけじゃないんだけど普通はこういうことなのねってなるんですよところが今回のこのルナ容疑者修容疑者で母親のこの3人が共犯になって、えー、再逮捕殺人で再逮捕されましたがこの事件に限って本当に。 本当にわからなくてどん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 新情報が出てくるで最初に言ってきたことともう全く変わって180度変わってるんですよだから180度どころかもう一週回って360度変わってるぐらいのなんか冗談みたいなことが言えるようななぜ360度って一週回ってやっぱりそうかっていうようなことがあるんですねというのはまずこの事件がありましたホテルでそういったような事件がありましたでその後どういうことだっていう話になってまあ犯人逮捕になりましたその犯人 太后は要は。 その親子親子だったりこのは父親が精神科医だったっていうことなんですでまああのここで言われたのは最初はいろんな情報が錯綜したわけですよ風俗状だったとかまあそれはどうも違う、えー、で祖父が話したことでこの男性嫌いだったでももうこれはもう全然違うで時系列で言っていくとまあそしてこのどうやら私もこれお話をしたんだけど確定的に違うなっていうことが言われてきてるの どうやら最初は被害者に落ち度が被害者の方に落ち度があってその何かレイプ的なことをされたそれに対しての逆恨みの犯行でどうもこれも違うっていうことになってきてじゃあ父親む容疑者が家の前でずっといたっていうのは何だったのか最初はその落ち寄せてくるくることをどうにか父親が止めるいい父親像みたいなそれがどうも違くて逆だったんじゃないか。 というのはルナ容疑者が父親オサム容疑者を伴ってあのクラブに行ってるわけですねもうあの閉店になってるそのクラブに行ってどう考えてもおかしいような接触の仕方ですよねであそこに行った方に聞いたんですけどもう普通のクラブとかディスコみたいな感じじゃないんです でもうなんか接触したり触ったりすることがよしみたいなところもあって普通の方が何も知らないで行ったらびっくりみたいなだからそういったところに親子で行ってる不思議さそれを遠目で見ているだから獲物,物を物色してるとしか 思えないんですよ。で、何らかの形で、ああいうような形で接触して、そういう何かの行為があった時に、動画を撮って脅していたのは、どうもルナ容疑者だったのじゃないかということなんです。それで、それに対してどうにかしてくれっていうことで、被害者の方が家まで来てどうこうやっているのを妨害するというか、そっちの方がもう今だと腑に落ちるんじゃない全く違う。全く逆。180度違う。ここはね、180度違う。っていうことだよ。じゃないのかな。 でそもそもこれ私が思っていたのはこういったようなこれは何度も言ってるんだけどこういったような猟奇的な事件が起こるっていうのは必ず昆虫小動物そして人体っていう風にいくんだけどどうもそのところが全く見えてないなんかいきなりそういうことをやったもう岐分に駆られてやったみたいなことはこんなことはない。 どうもこの6月20日には確定的なんですけど猫の頭部切断した頭部が修容疑者の病院の近くにの公園に置いてあったで調べていくと札幌市内でもその猫の頭部がっていうような猫の,あのむごたらしいっていうことが結構あるみたいでこことそれの関連性があるとなるとやっぱりやっぱりそうなんだなって一周回ってそうなんだなじゃないと私の中では腑に落ちないんですよ仮にそういったこともなくいきなり成人男性を自分より体格を上回るような 男性をを攻撃ししてて首を切断するそして父母をも巻き込んでその犯罪を更生して実行するなんていうことができる人がいるならもうこれはもう社会の脅威ですよわからないんですよ予兆がないんですよなぜ私が小動物昆虫に行ってこだわるのかそこで予兆が見ていけれるわけですよ学校だとか家庭とかあこれはまずいぞって言ったらその段階で手が打つことができるわけですよねこれはちゃんとした病院にかからないといけない警察に相談しないといけないその時点で本当に 少年なら関係機関にっていうことをできればそこまで至らずに済むことが多いんですよやっぱりところがこうなっちゃったら今これもう本当に大事件になってもうわからないことだらけで、ね、最初の報道だと男性を浴槽でなんか 胸を心臓を一つ切れってそんな簡単にできるのか今の報道だと何度も切ったえ首を切った切断したあの首を切りつけた状態だってそりゃそうだよなにしたってそこに連れて行くにしてもじゃあどういうふうに連れてったかって言ったらじゃあ話し合いをする被害者の方から「 これを返してほしい。こういうことをやめてほしいって言っているんであれば、返してほしいっていうようなことであれば、公のところでは話はできないので、じゃあホテルでっていうことは可能なんじゃないかな。逆のパターンでホテルに連れてくってなかなか難しいと思いますよ。逆だったらですね、自分がされてる方で、じゃあ行きましょう。ここも詳しいところはわからないんですけど、その一部始終も、要は動画で撮ってあるということしかも、その、 切断した頭部を自宅に持ち帰ってなんかこう恨んでなんかどうこうやるんじゃなくてもてあそぶような遊んでるような。 楽ししんんででるよううなここととの動画っていうことらしいらすだから警察の方も頭を抱えちゃってるというかこんなってそうなかなかないんですよそういうことは。でここに来てそのここまで来ると私が思っていることは本来恨みで自分が何かされて取り返すっていうようなことでこの携帯を入ってるデータから何か奪うということであるならばこの携帯を取ることを奪うことで殺人に至る。それだったら 殺人が。 成立するんじゃなななないいかななかなか難しいですよでも物を奪うことこのえ財産なりをもう奪うことデータなりを奪うことでそれで殺人行為な強盗殺人が成立すると私は思ってていやこれが精神鑑定を受ければ完全に異常だから罪に問われないっていう人がいますそんなことは絶対ありませんありえないです実際に実行計画立案行為もしてるしナンパ的なこともやってるし父親を母親を支配にしてるわけでそういったような精神的なことで立件できないと いうのはもう喋ることも言語が不明瞭やる行為も不明瞭でもう突発的にやったことであって彼女は明確な意思を持っててきちんと立案計画をしているわけですよで動画で撮ることもできてる人間が精神異常っていうふうにはならないですそれで,それで精神異常で立件できないなんていうことが罪に問えずって言ったら今までの,あの死刑囚になってる人たちはみんな無罪ですよそれはだからありえないんですよこれはもう判例で出てるんですそんなことはさせないんですよ絶対に日本の法律上は。 で若くして女性がやった犯罪もなるべく長期に収監するようにしているんです、これはそんなことで、これでもう精神的なことがどうこうだからって言ってならないです、責任能力はありです、なのでこれを長期に入れていくのは、無期そのような形で奪うことをやることが目的だったら、無期まで撃てるのか、はあの強盗殺人なら無期また死刑になれるのか、ところがですよ、ところが、これは首を持ち去ることが本人の願望なら、これは単純に殺人になるんですよ。ね 携帯を奪ったかもしれないけど、これは自己強盗、あるいは自己窃盗なんですよ。証拠隠滅をするためとか、あ見つけたときに、証拠隠滅のときに持っていったとなると、単純に殺人事件なんで,で、彼女自身は前科前歴もないし、はい、一件の殺人なんで、有機刑になっちゃうんです。まあ、最高で殺30年って打てれますが、仮に30年来たとしても、29歳の彼女が出てきて60ですよ、59歳、まだやりますよ。ここれこれ このことを首を持ち去ることだけが目的だというと、量刑が軽くなってしまうんですよ。まあ、た強盗殺人にはならないと思いますけど、私は無理くりでも強盗殺人にして、習慣、ずっと長期習慣できるようにしないと恐ろしいと思いますよ。GPS をつけてどうこうという法案ができているわけじゃないので、日本の場合は。そうなってしまわないかなっていうことが非常に思うところなんですね。まあ、それと 今回、殺人事件で、初めて殺人事件、前までは死体域のところなんで、で、本人3人とも全く喋ってないそうです。全然喋ってない。なので、もう今の捜査だと、無理くり自供っていうことさせません。こんな大きなことだったら、喋らないなら喋らないでいいと思います。で、殺人事件だったら、殺人のことにやっと捜査ができるんです。本人が喋らない限り、死体域頭部を持ち去った家での話しか長所が取れないんですよ。聞けれないんですよ。本人がやりました って言ったんなら首を切りましたって言ったんならそこのことは話はできるんですよだけどお前これ首切っただろうっていうことは言えないんですよここに来て初めて再逮捕で殺人事件のことの取り調べができるんですでもこれも言わなきゃそれまでなんでただこれだけ分かりやすい何の証拠も隠滅もしてない分かりやすい事件なんですよだけども母親とされる 人の何も出てこないですよ多分んそらくルナ容疑者よりも引きこもっていたんじゃないか社会性がなかったんじゃないかと思うんですだから友人もいるわけでもないどこかに遊びに行くわけでもない、ね、写真も撮ってるわけじゃない何にも出てこない何のエピソードも出てこないだけどもまた恐ろしいことにルナ容疑者は頭部を切断した後にもまたクラブとかに行っているいやいや全然引きこもってないですよねだからまた次の獲物がれしたのかもう全然そこになんかその何にもその普通だったら これが。 もう快楽的っていうか、普通だったら罪の意識なんか全くないんですよね、ここに関しては。やって当然、だからそんなことができるわけですもう冷静なんですよ、すべてにおいて。それを傍観している父親、母親も異常なんですが、まあこれからね、いろんなこと、私が期待していることは、家からの押収物、あるいは札幌市周辺であった猫の惨殺な、むごたらしいことの犯行が、この家族であるならば、まだ納得できるんですよ。いや、よくないですよ。でもそうじゃななくていきなり首を 成人男性の体格を上回る男の首を切ったとなればこんなこんなこの理解ができないことはないですっていうのは私が何度も何度も言ってますけどこういうことが起こるっていうことは同じ年代で同一地域じゃないですよ日本の中でそういう考え方そういう思考を持ってる人が必ずいるっていうことですよそれに類似するような事件は必ず起こってくるんですよでもこんなことが起こったらもうどういういう風に対処すればいいんですかって話になっちゃうんでだから私はお前なんか勝手なこと言ってる勝手なこと言ってる勝手なことで 外れりゃいいんですよそれが外れてるや、こんなも何も当たんないんじゃないかっていいんですよこれが当たってっちゃった場合が怖いわけですよどうやってこれ自分の我みを守るんですかって話ですまあ警察のね捜査とそれから情報が出てくることも期待しますし広判定において出てくるとは思いますけど本人たちが何も喋らなかったらもうそれで終わりなんですよおそらく喋らないと思いますまああのまたこの細かい考察はまたしますんでいずれしますんでまあ私が思った今までのここに至るまでの感想ということでとりあえず述べておきます 以上です。